青山議員が卒業して3週間近くとなりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。卒業に際し何度か名前を出した一平さんでしたが、4月が最後かと思ったものです。ところが5月に入ってから、5月1日のモーストデンジャラスコンビの虎ノ門ニュースに続き、2回目の発言がありました。ウィークリー虎ノ門ニュース、5月3日よりご紹介します。おはようございます。5月3日日曜日朝7時を迎えまして、クロス FM ウィークリー虎ノ門ニュースのお時間が今日も音立ててやってまいりましたぞ。ということで、ナビゲーターご案内役は私、お笑い界の図鑑に載ってない虫、漫才コンビ米粒社協の折島一平です。そしてヨレヨレクタクタボロボロの私をサポートしてくださるのはこの方。おはようございます。仁義なき戦い一気見です。アシスタントの小坂誠です。素晴らしい過ごし方されてるじゃないですか。日本で一番理想的な時間の過ごし方ですよ、それ。本当ですか。文太さんがかっこいい。痺れるでしょ。痺れながらお酒を飲む、最高ですね。これ女性でね、そういう方にね巡り合えるとは思わなかったもん。こういうタイミングでね。私は親さんの言うことしか信じられませんけ。少々よ、街中の腐れ下道はよ、お前のこととっちゃる言うとるが。出た、カンコピ出た。これスタートしだすとね、本当にキリがなくなっちゃいますよね。ええ、それこそあの青山茂春さんの決め台詞じゃないですけど、明日の朝5時までかかりそうなんでね。早急に切り上げさせていただいてね。毎度恒例お約束ながら、ウィークリー虎ノ門ニュースとはそもどんな番組なのかにつきましてね、今朝初めてお耳されるかもしれないリスナーの方々のためにもよろしくどうぞ。はい、とのことでした。今度は明日の朝5時までが飛び出しました。ウィークリー虎ノ門ニュースは山田社長が目の前にいないから、青山議員の名前を出しやすいのかもしれません。2019年は青山議員の名前がほとんど出なかったので、青山議員の名前が出たというタイトルでブログや動画を出してきましたが、最近頻繁に出るようになってきました。もちろん全ての番組をチェックしているわけではないので、私の情報収集が間違っている可能性はありますが、流れをおさらいすると、2019年4月和也氏が動画で批判、以後ツイッターで断続的に揶揄、飯田浩司さんが OK 浩司アップで共演、水島社長が和也氏の騒動について青山議員の擁護、7月虎ノ門ニュースで須田慎一郎さんが青山議員にエール、9月加藤清隆さんが Facebook で守る会へ頑張ってくださいと応援、10月常念司さんが青山さんいい仕事しました、素晴らしいですとツイートと、ウォッチしてても1ヶ月に1回もない状態でした。2020年1月も坂東忠信さんが発言した程度でしたが、2月に花田さん、有本香織さん、大高美希さん、常念司さん、与田啓二さんと連続して発言があり、3月折島一平さん4回、坂東忠信さん、増田学さん、須田慎一郎さん、滝田真紀子さん、4月も折島一平さん2回、水島社長、武田恒康さん、須田慎一郎さん、常念司さん2回、大高美希さんと、卒業もあり発言する方が増えてきました。5月もまだ始まったばかりですが、折島一平さん2回、水島社長1回と、順調に青山議員の名前が出るようになってきています。ちなみに百田直樹先生は、例の騒動が起きた際、昨年の2019年9月23日火曜日の虎ノ門ニュースでこうおっしゃっていました。まあはい、以上で和也さんの動画で端を発した騒動ということもないんですが、まあまあちょっとした波紋の広がった話はこれでまあ終わります。私たちはですね、同じ番組のスタッフ、同じ番組のレギュラー陣ですが、こういうことで遺恨とかは一切残さずですね、とおっしゃっていました。やっぱり昨年は遺恨というか報道規制のようなものがあり、今年に入ってそれが薄れてきたというのが個人的な感想です。
トロノモンニュースの番組説明欄にこういう記載があります。霞が関永田町の背後から政治経済社会を切りつけるタブーなき幽谷の志士たちが日替わりで繰り広げる生放送のデイリーニュースショー、 DHC テレビから新しいニューススタイルと世界の見方を発信しますとあります。ここで DHC テレビさんに提案です。そろそろ昨年の和也氏の騒動に深入りしませんか。タブーなき幽谷の志士の皆さん、お願いします。確かに DHC テレビはレギュラーコメンテーターを追い出す新しいスタイルの番組だよね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。